人参と蜂蜜のツイメス肉入りのツイメスツイメスは、アシュケナジユダヤ料理の伝統的な甘いシチューの一種。通常人参と、プルーンやレーズンのようなドライフルーツで作られ、しばしば、サツマイモなど他の根菜も入る。肉を入れる場合もあり、牛肉のトモバラや、ブリスケットが好まれる。弱火でじっくり長時間煮込み、蜂蜜や砂糖で甘く味付けし、 香り付けにシナモンなどの香辛料が使われることもある。新しい年が甘く幸せであることを願って、蜂蜜で味をつけた甘い料理を食べる習慣がある、ユダヤ教の新年祭りハッシャーナーにおいても食べられる。名称はイディッシュ語のチムとエスンに由来するとされる。何かについて、いっぱい、スメスを作るというイディッシュ英語の表現は、多分、 チメスを作るために材料をたくさん刻んだり、かき混ぜたりするため、何かについて、大げさに騒ぎ立てることを意味する。ABC ゼルダス、レアエーイートディス、トシマス、エースイートスタートツーザジューイッシュニューイヤー。ダイニングシカゴ、シカゴ、エスレストランエンターテイメントガイド、インク、2010年9月1日閲覧。ホーリデイフードハットエビーメリアム、ウェブスターディクショナリー。 トシマスハットエビー・ジョーン姉さん、ジョーン姉さん、S11 種ホリデークックブック、召喚、2004ページ228、ワッツヨイーツ、キャロット、トシマスレシピカは、画像リンク、ありがとうございます。